交通安全協会加入の案内。裁判所での判決後に加入が任意であることを示す。注意書きが貼り付けられた。地の交通安全協会で使用される、車両交通安全協会とは、道路交通の安全を目的とする日本の非営利法人である。全国組織として、一般財団法人全日本交通安全協会がある。また、都道府県単位で、公益財団法人、 一般財団法人、一般社団法人などの交通安全協会が設置されていて、全日本交通安全協会の理事、幹事、評議員の大多数を占めている。さらに警察署単位でも、地域単位の交通安全協会があるが、これらはごく一部を除き権利能力な記者団となっている。警察署単位の地域交通安全協会はかつては、 都道府県単位の交通安全協会の支部だったことが多いが、現在はほとんどが任意団体として、形式上は独立している。職員の多くは退職警察官である。多くの都道府県において、運転免許証の更新事故講を都道府県警から委託されており、都道府県警から支払われる委託費用が収入の多くを占めている。 主に季節単位で開催する交通安全運動を、はじめ、自動車、原動機付け自転車の運転免許証更新の伝達、更新事務、申請書や収入証紙の委託販売業務、自転車などに貼る反射シールや、車輪のスポークに貼る、反射材などの交通安全グッズの販布、交通安全功労者の表彰及び、国や全国法人への表彰推薦などを事業とする。 都道府県管轄の財団法人として、各都道府県警察本部及び、諸葛警察署の内部に設置され、上に挙げた事務委託手数料の他には、運転免許証の発行、更新手続きに来た個人に対して、協力金や会費と称して徴収する、交通安全協会費で運営している。また、自家用車を所有している各家庭に対し、自動車の種類、台数ごとに、 回避ノルマを割り当てている、協会支部もある、運転免許証の更新時講習は、都道府県の警察から外部団体に委託されている。多くの都道府県では、交通安全協会が随意契約で、長年にわたり、独占的に受注してきた。一例として、大阪府交通安全協会は、大阪府警察からの委託で、 運転免許証の更新事項集を昭和47年から40年間にわたって受注してきた。委託料は年間7から8億円で全収入の3分の1にあたる。大阪府が一般競争入札を導入し、民間企業が落札したため、2013年度中に全職員の半数にあたる215人を解雇することになった。交通安全協会への加入は、 個人の任意である。しかし、運転免許証の更新事項集が行われる、警察署や免許センターや、運転免許試験場の窓口において、加入が任意であることを十分に説明しないまま、あるいは全くないままに、免許更新の事務窓口と同一の窓口において、加入手続きが行われており、利用者が加入を義務であると誤認、錯誤する事例が後を絶たなかった。過去には、 全国市民オンブズマン連絡会議所属の新海、佐藤弁護士が任意であることを明示しない、集金方法は詐欺的行為であり、周りに迷惑をかけるかもしれないと、心理的圧迫を加えるなど、ある種の脅迫、詐欺商法とも言えるとし、交通安全協会費の集め方に問題があるとして、愛知県交通安全協会を詐欺として提訴した。 名古屋地方裁判所の判決では、詐欺と認めることまではしなかったものの、協会費の集め方に問題がないとは言えないと、会費の集金方法に問題があることを判決文で言及した。この裁判所の判断と、MBS テレビ2005年8月4日放送のボイスや JNN 報道特集での報道、多くの国民からの批判を受け、2006年3月31日に規制改革、 民間解放推進参加年計画が第3次小泉内閣で閣議決定された。これを受けて警察庁は各都道府県警察に対し回避徴収窓口と運転免許証更新受付窓口の分離などを含む運用改善の通達を行った。この措置により窓口を別にする等の措置が講じられたため加入者は激減した。 兵庫県交通安全協会の平成16年度収支決算報告書では、支出2900万の内訳は、給与が1480万円、福利厚生、退職金が420万円であり、70%が交通安全協会の職員、天下り役員他の給与で、交通安全啓発費は740万円と、全体の20%であった。また、 懇親会が開催されており、パンフレットの案内によると、懇親会費は一人一万円であるが、会費の代金は全額を兵庫県交通安全協会が負担していた。5年在職で数千万の退職金かが支払われている。元兵庫県警察免許課、飛松逸夫の証言によれば、兵庫県の場合、235人の職員のうち、 元警察官の天下りは120人おり、兵庫県交通安全協会の約半数を占める。交通安全協会に就職できるのは、再就職を圧旋する県警内の部署に受けのいい、いわゆるごまするやろうと述べている。過去には、社交通安全協会事務局長が横領で、告発されるなど不祥事も起きている。兵庫県交通安全協会では、末端の窓口職員には、 厳しいノルマが課せられていた。そのため、窓口では長年にわたり、脅迫、強要まがいの勧誘が行われ、入会を拒否する者には、大きな声で聞き返す、避難するなどの嫌がらせ、ないしは全く説明ないまま、免許証の更新費用に、教会費を加算した金額を告げ集金したりという、詐欺まがいの集金方法が、長年にわたって刊行されてきた。飛松は、 警察官で加入している人はいません。なぜなら、何の意味もないことを知っているからですと証言している。公安委員会、警察署単位の交通安全協会は、財団法人なので情報公開の対象外である。ただし、全日本交通安全協会は、公益法人等の指導監督等に関する、関係閣僚会議幹事会申し合わせに基づき、公式サイト上に、役員名簿や、 寄付行為、役員報酬、退職金規定、決算資料等を公開している。全日本交通安全協会組織役員、評議員名簿、警察 OB の天下り先、交通安全協会が大ピンチ。週刊プレイー,ーイ http://wb.shueisha.co.jp:/2013/04/05/18184/2018 年6月初開閲覧。abcdeftbs.jnn 報道特集運転免許証更新の謎。運転者が支払われる金の行く先2005年9月4日。 放送交通安全協会の会費徴収方法にかかる適正化について平成18年度事業報告。財団法人和歌山県交通安全協会。交通安全協会存続の危機会員離れどんどん進む。J. キャストニュース。 http://www.j-cast.com/.2009/.10/.22051852 と htmlp="all2016 年6月7日閲覧」。交通安全協会の入会率35%に、現。部日報。 http://ubenibpo.co.jp:/2013/06/post-3745.html2016 コロンススララッッシシュュスラッシュ年6月7日閲覧。インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて、全日本交通安全協会組織、ありがとうございます。